第11レース1着になりました熊本の伊藤浅選手です。1着おめでとうございます。今日は短期戦になりましたけども、作戦などはどうでしょうか。そうですね、まあ、1人になったんでチャンスあればって感じでした。松木選手が3人を出させずにあそこを一発超えたわけですけども、まあ、前の方は落ち着いているところはどういうふうに見られてましたか。まあ、ジャンからホームにかけて、まあ、結構もたついてたのを落ち着いて見れてたんで結構心には余裕あったかなと思います。まさか三谷選手のところを超えてきてきましたけども、ご自身の状態っていうのはどうでしょうか。悪くはないかなと思います。前走は地元戦で、まあ、すごい気合の入った開催だったと思いますけども、そういう理解ってどうでしょうか。そうですね、まあ、地元戦だったんですけどあまり力出せずに終わってしまったので、もっといいとこ見せれるように、はい、強くなりたいなと思います。まあ、この G2 の舞台で一着っていうのはすごく嬉しいじゃないですか。そうですね、まあ、もう勝ち上がらないと意味ないんで良かったです。この後っていうのはなんかセッティングとかもしくはケア中心にっていうのはありますでしょうか。まあ、ケア中心にしっかり臨みたいと思います。わかりました。では二次予選 A それ以降に向けて最後に意気込みをお願いします。明日以降もしっかり勝ち上がれるよう頑張ります。よろしくお願いします。